剣徳王は、白木の第41代の王であり、聖は金、意味名は彦昇、彦の父は、第38代元聖王の元大使の金ひと賢。母は、各官の金慎、術の娘の宿邸夫人。王妃は、各官の近霊への娘の希少夫人。809年7月に、老いの愛相王を殺害して、自ら王位についた。元聖王6年に死者として、 当に渡り、帰国後に、ダイヤとなった。翌791年に、元自中の帝京の反乱に際しては、鎮圧に功績があって、となり、794年には、当時の自中の高志武氏が退官したために、彦昇ノが自中に抜擢された。795年には、遺産。796年には、表不礼を経て、800年に、 愛想王が即位するとその摂政となった。さらに801年には王の行行を総括する五流将の指針となり、ついで貴族代表の立場となる上代統となった。809年7月になると、弟の帝と共に愛想王を殺害し、自ら王位を継いだ。暗い人心を極めていた彦のボルが、摂政の地位に甘んじていられなくなってのことと見られている。即位すると、 直ちに、唐に使者を派遣して、先代の愛、総王の死を伝え、唐の剣奏からは、海府義道三子、剣行大尉、知事説、大都督鳥林州所軍事、剣事説、三鶴る芸会軍師、上柱国、白木王に作法された。この時王妃に対する殺意の地では、王妃は、定氏とされている。その後も唐に対しては810年10月に、 王子金顕賞を送って、金銀製の仏像などを献上したほか、定期的に兆候を行った。また、819年7月には、党の州で、李指堂が反乱を起こすと、兵馬を挑発する剣奏の招徴に応えて、将軍金お相トラ三万の兵を派遣し、党を助けている。812年9月には、牧海へも死者を派遣して、同行を伺っていたが、 千王を一衆が即位するに及んで緊張を増し、後に826年7月には関、山衆以北の衆、軍から1万人を挑発して、高則に300里の頂上を築いて、渤海の南下を受け止める備えとした。一方、国内ではたびたび災害が起こって民が飢える事態が発生しているが、そう免じたり国葬を開いて、施したりしている者の,の有効な手立てとはならず、 盗族が跋扈するに至り軍隊を派遣して、これを鎮圧するなど安定した政治が行われているわけではなかった。816年には飢饉に見舞われて、職を求めて、党の石膏省東部へ流入した民が170人にも上った。また、この前後で日本に逃れた者も200人以上になったという。819年3月には各地の族とが一斉に放棄したが、 諸州の都督や大衆に命じて鎮圧することに成功している。しかしこうした地方勢力を王権のもとに確実に掌握できていたわけではなく、首都慶州中心主義的な政治に対して地方勢力は反感を持ちながらも団結して対抗するための中心を求めていた。チン州、青井州、熊川州の都督職を歴任した。 金和正が822年3月に反乱を起こし、有心をととして、長安国と合すると、その支配領域は、武鎮州、井州、熊川州、関山州、砂鉢州の五州及び国原、西原、金関の三省経に呼んだように、旧九だらの領域を中心として、国土の大半が金和正を支持し、王権に対抗する姿勢を見せることとなった。 金和正の反乱は1ヶ月ほどで鎮圧されたが、乱の鎮圧に活躍した討伐軍は貴族の私兵と過労集団であり、律令体制の下での平成は有名無実化していることが露見した。825年1月には金和正のこの金本文が高達山を根拠として反乱を起こしたが、これは北間山州の都督によって鎮圧された。 これらの反乱の平定の論考交渉においては、反乱をいち早く王都に知らせたものを重視する王都中心主義が強く見え、また反乱に加担しなかった地方には7年間の租税を免除するなどしており、地方行政をおろそかにするだけではなく、王権の地方への関与を放棄して、地方の自治を公認するかのような政策に出したと見られている。 在位18年にして826年10月に死去し、建徳王と送りなされた。泉林寺の北に葬られたといい、その王領は、京商北道京州市東川道の史跡、第29号が否定されている。死去年については、旧当女白木殿には、大和5年に、新当女白木殿では、長慶、法暦年間に死去したと伝えられているが、三国式、 白木本義、建徳王妃の末文の文中では、国旗に、在位十八年の法暦二年日の江馬四月に死去した、と伝えることを記し、旧、当女のつてを否定している。三国維持王暦では、忌み川彦増と記される。三国維持王暦では、霊、遠隔官の娘の帰郭とし、甲賀王公と、送りなされたと記す。井上1 9 7二 p 三十五等の、 同性不婚の風習を考慮して、別姓を名乗ることとなったもので、王妃は、礼、栄格官の娘であり、兄弟の廃校時の影響からか、定うじとしている。愛、相応の客中も参照。井上秀夫 1972p236、日本語気巻25佐賀天皇、公認7年冬10月、後進、太宰府こと、白木人久吉し等180人帰還。 同8年、2月期の富、太宰府こと、白木人金尾正等、三人期課、井上秀夫 1972p238、ありがとうございます。